はい、皆さんこんにちは、あげおです。今回は東海ステークスの最終予想となります。東海ステークスの好調競馬は画面の2頭です。詳細な調教解説や前頭の評価は別の動画で行っています。リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。というわけで、ここで東海ステークスの本命を発表します。2024年東海ステークスの本命はオメガギネスです。ここからはオメガギネスの詳細な推奨理由を説明していきます。東海ステークスはここで初の重賞制覇になる馬の活躍が目立ちます。過去5年、このレースを勝った馬の名前を並べてみると、プロミストウォリア、オーベルニュ、エアアルマス、インティの4頭がここで初の重賞制覇。それに対してすでに重賞を勝っている馬はスワーブアラミスしか勝っていません。確率的に考えるとこれはかなり偏っています。なぜここまで初の重賞制覇の馬が多いかというと、おそらくこれは開催時期が大きく関係しているでしょう。このレースはフェブラリーステークスの前哨戦として主に行われるわけですが、1週間待てば同じ東京競馬場で行われるネギシステークスがあります。フェブラリーステークスを本気で狙っているような馬は同じ競馬場であるネギシステークスの方を使うのが普通です。その他にも年末に G1 の東京大賞典が行われたばかりですし、近年になってからはサウジアラビアなどへの海外遠征も活発になってきました。その結果、東海ステークスは G1 も狙えるような実績は、すでに重賞を勝っているような馬はあまり出てこなくなり、以前ほどメンバーが揃わなくなってきたのです。近年の東海ステークスは強いけどまだ重賞を勝っていない、実績がない馬、下のクラスを勢いよく勝ち上がってきた馬の登竜門のようなレースに変化したのです。今年もまだ実績がないけど強いかもしれない馬に要注目です。問題はどの馬が実績はないけど強い馬なのかという部分ですが、やはり前走オープンクラスで圧勝だったオメガギネスになるのではないかと思います。まず古馬混合クラスのオープン以上で 0.6 秒差以上の圧勝だった馬は、次走で勝率 35.7%、 副勝率 53.6%、 前走圧勝だった馬は次も半分以上の確率で馬券絡みしており、単勝回収率も 100% を超えるなど、皆さんの想像以上に前走圧勝だった馬は強いということがわかります。またこれを古馬混合オープンクラスの東京ダート 1600m において 0.6 秒以上の差をつけて勝った3歳馬という限定的な条件で見ると、富士の真剣王、黒船、サイレントディール、そしてオメガギネスの4頭しかこれをクリアした馬はいません。オメガギネス以外は全て後の G1 でも馬券圏内を確保した馬たちです。オメガギネスも G1 で通用する素質をすでに見せたと言ってもいいでしょう。オメガギネスを管理する大和田鳴厩舎の機種別データを見ても、ルメール騎手、戸崎騎手がダントツの勝率を残しており、厩舎の期待馬や構想に期待できる馬はルメールか戸崎ジョッキーに任せる傾向にある厩舎です。引き続き戸崎ジョッキーに任せた今回も構想に期待できる状態にあるでしょう。今回がパサパサのダートになるなど、前走と全く違う馬場ならどうかなと疑う余地もありますが、幸いにも前走と同じ水分を含んだ馬場状態になりそうですし、無難に勝ち負けしてくる可能性が高いと見て、この馬を本命にしたいと思います。というわけで、今回はこの辺で終わらせてもらいます。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。